阪急バスからびつ営業所。阪急バスからびつ営業所は、兵庫県神戸市北区、有野町からびつにある、阪急バスの営業所。営業所最寄りの停留所は、からびつ団地口、六甲登山口で、所内には、新鉄バスの本社営業所もある。2003年10月1日に新鉄バスから譲渡された、一般乗り合い路線を引き受ける形で開設された。また、 運行業務、整備管理業務等の管理業務を新鉄バスへ委託した。そのため、見た目は半球バスとなったものの、運営自体は以前と変わらないことになる。移管の際に、車両や停留所の標中なども新鉄バスから譲り受けているが、車両は2004年から、停留所の標中は2006年から順次、半球バス仕様のデザインや形式に更新された。このため、 新鉄バスが運行していた頃の光景は表向きにはほぼ見られなくなった。神戸市交通局との共同運行を行っていた路線では運賃設定は同局の方式に同調しており、今日中も同局が設置したものが使われていたが、2013年5月1日に神戸市交通局より路線以上されて単独運行となった。単独運行後は神戸市交通局と共同で使用する。 標中以外は、半急バス仕様の標中に更新された。2017年6月1日のダイヤ改正で、61、系統が、神戸駅前、バスターミナル経由になり、また150系統が、つくしがおか5丁目まで延伸となった。また、同年12月22日のダイヤ改正で158、系統が、神戸駅まで延伸、30系統が、山の町駅前経由に変更。 系統数が14から10へ、整理されるなど、大改正となった。また、筑紫が丘休憩所では、11両駐車できるように、駐車枠のラインが引かれた。61系統経路歴史150系統、151系統経路、本数歴史158系統経路歴史12、系統経路12系統谷上駅、雪のバス車内の LCD 表示。 北上急行電鉄、谷上駅の時刻を表示している。歴史16系統経路、歴史30系統経路、歴史19系統、20系統、22系統経路、歴史三学路線のためほとんど初乗り170円からの距離性運賃だが、神戸市バスと並行する区間は、市バスと同調の210円となる。ありがとうございます。